はい、どうもこんにちは、さささです。ゼロ、シンクの蝶、いよいよ一周目、大詰め、衆の刻に至ります。まあ、そろそろ一周目が終わるというか、この回で全て取り終わる予定なので、その前に一回アンケート、2種類アンケートがあります。以前お伝えしたものプラス、もう一つ。で、それによって、セーブデータが2つあるというか、以前やった分と、今回の分とで2つあるので、そのどちらを使うかっていうのを、ちょっと選ばないといけなくなってしまうんですね。なので、ちょっとご協力いただけると嬉しいなというふうに思います。もし、何も、どっちでもいいっていうような感じだったりとか、選ばれなかったりとか、回答が特に返ってこなかったら、このデータ引き続きやっていきたいと思います。クレハさんのお化け屋敷に来るの懐かしいな。朽ちるのを待つだけの私にはそのことが何より嬉しいのです。ちょっと声がちっちゃくてこの人何言ってんのかよくわかんないんですよね。ごめんなさい。クレハさんもあれですね、いつきくんとかと同じように髪の毛が白いんですよね。同じ原因だと思いますけれども、迷いがね、恐ろしいものを見ること怖がらずにゴールまでたどり着いてくださいだったんですよね、前やったのが。後ろからついてくる霊から逃げながら屋敷の中に隠された人形を探してください。何それ、指定された霊を撮影してください。これやったことあるな。人形を探して、これやってみよう。逃げられませんよ。逃げられませんよとか言わないで。迷いがへとお進みください。基本操作、お化け屋敷では A ボタンを押している間歩きます。コントロールスティックの左右で見渡し、 Wii リモコンを、コントロールスティック、ヌンチャクの方ですねの左右で見渡し、 Wii リモコンを振ることで振り返ることができます。再度振ることで戻ります。振り返りとか必要なの？はい。人形探し。屋敷の中を見回し、様々な場所に隠されている、ほおずき人形。懐かしい、ほおずき人形か。ほおずき人形ご存知ない方は、ゼロ、月はみの仮面の方をご参照ください。を探してください。人形を見つけることができると光ります。ついほうちゃんほうちゃんって言いたくなるんですよね。ある実況者さんの影響で。B ボタンを押すと、撮ることができます。撮るっていうのは、映すじゃなくて、手に撮るっていうことなんですね。見つけることができると光るんだ。ほおずき人形を探せ。ちょっと目つきが怖い。いや、ちょっと待って。5体もいんの？霊に追いつかれるな。ついてくる霊が駆け寄ってきたとき振り向けば霊の動き。え？どういうこと？待って、これすっげえ怖いんだけど。ついてくる霊が駆け寄ってきたとき、振り向けば霊の動きを止めることができます？
通に歩いてますけれども。あ、やばい。なんかすっげえ、追いついてきてる感じがする。うるさい、うるさい、うるさい。何これ、うわ、あ、そういうこと、そういう感じ、ちょっと待って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 、やばい、止まんないじゃん、どこ、止まんないじゃん。はあ、いけません。なんとあっけない、まだ始まったばかりなのに捕まってしまったのですね。何もできずに終わってしまうとは、なんと情けないことでしょう。落ち着いてあなたの心を見せてください。あなた好奇心、低い、反射、早い、強がり、妄想力少、あなたは現実だけを見続ける寂しい人、霊感は全くないようです。あなたには私のことが本当に見えているのでしょうか。私はあの時あなたの手に触れることができたのに。ちょっと待って、これやり直す。気に入っていただけたでしょうか。はい、気に入ります。気に入ったのかな、わかんないけど、何にもなんか喋れなかったからな。逃げればいいのはあれ、あの例だけなのかな。宝月人形を探せ。 B で取れるんだったよな、確か。前歩いてる人に別についてっても OK なのかな。逃げればいいな、この人か。OK。もう分かったよ。多分分かった。嘘。ちょっと待って、取れなかったし。あのですね、あの、動いてる間特に、あ、ウィリモコンが振動してるときは、どうやら、あの、有効なようです。これ難しいな。うるさい。ごめん、下向いてた。ほおずき人形が見つからない。あ、なんか怖い。ああ、キモい。怖いよ。毛の生えた心臓になった。ちょっと待って。あ、やべ、まだ、あれか。ウィリモコ震えてないから、無効なのか。
あ、意外と遠い？今まだ。あ、近づいてきた。モビリムコンが震えてる間に、振り向く。ちょっと、よくわかんないけど、多分そうだと思う。あの、荒ぶってる霊からもひとまず、近い。怖っ。宝石人形はあんな怖かったっけ？月はみの仮面の時あんな怖くなかった気がするけど、よいしょ。何も喋れてねえぞ。必要なことが何も喋れてない。アンケートの内容としては、ですね何も喋れてない、何も出てこないぞ、キーワードが。ちょっと引き戸、あ、出た。よし、だんだん取り方が分かってきた。そんなとこから出てこないで。意外と長いんだな。ばっかりだよ。ほい。めっちゃビビってる。さあさあさあ、ビビってる。ほいほいほい。最初の一個が取れなかったのか。残念すぎる。見つかってるけど。やべ、怖がりな心臓になっちゃった。ちょっと待って。ついてきてるよ。めっちゃ揺れてる。あ、蝶々が待ってる。ようやく出口か。うわ、びっくりした。これで歩いてゴールか。歩いてじゃねえ、開けてゴールか。何が言いたかったかっていうやつ。何も言えてないし。エンディングの種類ですね。2周目の。なんとか私の元にたどり着けましたね。でもあなたが集めた人形は、お願いした数には足りません。もう一度やり直してくださいます。もういいんですけど。さあ、私の手に触れてください。結構ビビったぞ。あなたの心の動き。あ、これ結構。それが私の喜びです。あなたは強い霊感を持っています。さっきとだいぶコメントが違うな。そして感受性豊かで純真な人。あなたのような人は霊から好かれることが多いのです。あなたは霊たちを受け入れてくれるでしょう。あなたは霊たちを受け入れてくれるでしょうね。私を受け入れてくださったように。はは。そんなもんですか？この迷い川いかがでしたか？面白いけど、これやっぱ怖いな。映画見てるよりやっぱりこう体験するのって怖いですね。よし、じゃあ次は、頑張って、しっかり伝えるべきことを伝えつつ、宝石人形をゲットしていきます。よし、行くぞ。頑張れ、俺。よし。これが、スタート、サインが出てから、が、スタートですね。スタートサインが出てからっていうか、霊が現れてから。後ろから霊が出てきてからね。攻撃人形って5体しかいないのかな？よし。
いきます。ですね。2周目をやろうと思っているんですけれども、2周目の方の、まずは必要なのが、アンケートとして伺いたいなと思っているのが、落ち着いてる、俺。必要だと思って、ちょっと待って、落ち着いてない。喋る内容がまとまってない。伺いたいなっていうふうに思っているのが、グッドエンドにするのか、まあ、個人的な解釈なんですが、まあ、比較的グッドエンドに近いんじゃないかなっていうようなエンディングを迎えるのか、それとも、がっつりバッドエンドにするか、っていうところをまず伺いたいなっていうふうに思っています。ああ、もううるさいな、これ。まあ、それについては、YouTube の、おお、二人もまとまって出てこないでよ。YouTube の方のコメントでいただいてもいいですし、Twitter などで、リプライをくださると嬉しいです。同じようにですね、これを、2周目をやる際の難易度設定ですね。ここにいたな、そういえば。難易度設定を、そんなとこで待ってないで。難易度設定を、ハードにするのか、ここはいたっけな？いないのか。ハードにするのか、ナイトメアにするのか。ナイトメアとかクリアできる気がしないけれどもな。よいしょ。この人あれですね。だるまさんが転んだを生前やってたんですかね。あ、いた。ハードに選ばれた場合は、このデータを引き継ぐ形でスタートしていきたいなというふうに思っています。ただ、ナイトメアに関しては、こちらのデータ、もう一周クリアしないといけなくなってしまうので、よいしょ。ちょっとナイトメアの場合は以前もうすでに攻略している難易度の方で、遊ばせていただきたいと思います。それはクリアデータの、まあ、すでにクリアしているいろんな例が通り過ぎるな。よし、ほおずき人形集まったんで、あとはもう落ち着いて喋ります。もう、ウィーリモコンが揺れるだけで、そういう感じ。あら。なんか、予想以上に集まっちゃった。ナイトメアの場合は、ハードをクリアしているか、ノーマルを2回クリアしないと、出現すらしてくれないので、これをもう1回クリアするのはちょっと軽いので、軽いというか、時間が結構かかるので、その場合はまあクリアデータ2、3のどちらかを最初からスタートするのがいいかなっていう感じがしています。ほおずき人形あった。めっちゃいっぱいあるな。こんなにいたんだ。なんでさっき見つかんなかった？まあ、まとめは後でお伝えしますが、さっきから霊が全然見えてない。けれども。おう。ビビったことになっちゃいました。ほい。来ない。来てないけれども、リモコンが震えてる。毛の生えた心臓。
ふう。さっきとだいぶ違うな。やっぱり3度目ともなると余裕が出てきますね。余裕であったのかな。余裕だったからこそ、まあ、人形が7体ゲットできましたね。嬉しい。私がお願いした数の人形を届けてくださったのですね。次は迷い街に残された人形も届けてくれるともっと嬉しいのですが。あなたの心がわかります。あなたの心の動き。それが私の喜びです。うん、たまには、たまには素晴らしいって読んだ。あなたは、なんであなたをたまにはって読んだ？あなたは素晴らしい霊感を持っている人。そして、すべてを受け入れる素直さを持っています。自分の運命を黙って受け入れるのであれば、あなたには私の代わりができるのかもしれません。どういうこと？戦慄の時間が壁しかないっていう感じなんですけど。戦慄でも何でもない感じ。望んだ通りの迷いがでしたでしょうか。いえ、いいです。お化け屋敷なんか増えてるかな。入るのです。これでもう逃げられませんよ。さあ、迷いがへと増えてなさそうですね、なんか。同じか。もう一回やるのはちょっと、あれですね。同じか。あれ？後ろまで向けない。振り向いてみる。あ、そっか、ここに現れるんだ。さっきの方ね。まあ、じゃあ、まあ、ビビりつつですが、こちらで終わりにしたいと思います。できれば回答いただけると嬉しいのが、まず、難易度ですね。ハードでやるか、ナイトメアでやるか。もう一回言い直します。ハードでやるか、ナイトメアでやるか。で、もう一つが、エンディングの分岐。まあ、三分岐あるうちの二つを選ぼうと思っているんですが、そのうちの、まあ、どちらかというとになりますけれども、グッドエンドでいくか、それか、まあ、ごくバッドエンドっていう感じのエンディングに行くか、どちらかを選んで、ご回答いただけると嬉しいです。まあ、難易度に関してはまだ回答いただいて、まあ、これが初投稿なんで回答いただいてないんですけれども、エンディングに関しては、票がもうすでに入り始めているので、どちらになるか、もうこれで決まるかもしれません。週の刻、終了までに、週の刻の投稿が終了するまでですね。に、回答いただければ、採用させていただくと思います。ので、どちらか選ん、まあ、2種類ありますけど、どちらか選んで、投稿いただけると嬉しいなと思います。それでは、ビビリポイントが単に溜まっていくだけなので、これでおしまいにしたいと思います。それでは、失礼いたしまーす。Wii リモコン縦にしただけで140もビビっちゃった。Wii リモコン、そうか。この水平の状態から振ると上がるんだ。OK。ちょっと待って、なんか試したいことが出てきちゃった。こうやって振ってって、これ、心臓破裂するとかってことあんのかな？ゲームオーバーかな？あんまり行き過ぎると。
ちょっとごめんなさい。アンケート会って言いながらこんな好奇心が生まれてきちゃった。何にもないところで、ガラスの心臓になっちゃった。怖がりな心臓以上だとガラスの心臓なんですね。グラスハートってよく言いますけど。ガラスの心臓、音痴。臆病な羊の心臓。おう、ガンガン、ビビりまくってますね。これ、ヌンチャクも関係あんのかな？ヌンチャクでも振ったら、あれ？ヌンチャクは上がんないな。リモコンで測ってんだ。お、怯える猫の心臓になりました。はい。アンケートは、難易度と、エンディングです。グッドエンド、バッドエンド、どちらにしますか？それとも難易度は、小ネズミの心臓までいっちゃった。難易度は、ハード。難しいのと、ナイトメア。悪夢ですね。悪夢並みに難しいってことなんでしょうけれども。ナイトメアクリアできる気がしないんだけどな。でも、あえてそちらに挑戦するか、飲みの心臓。あれ？飲みって心臓あったっけ？そもそも血液流れてんの？飲みって。まあ、それぐらいちっちゃい通行ですよね。レベル9までいってるからもうそろそろ。なにこれ、幽霊の心臓って。ちょっと待って。幽霊の心臓の状態でクリアしてみたい。こっからカットしまーす。あなたは強い人なのですね。はい。私は、さっきより多くて8体ぐらいゲットしました。すべての人形を私の元に届けてくれたのですね。まあ、10体は多分いなかったと思うんですよね。8体かな？この人形は生まれてこなかった私の妹を慰めるためのもの。人形たちも喜んでいるようです。あ、そんな説明、月読みの仮面の方でもありましたね。さて、幽霊の心臓。幽霊の心臓？まだ深い霧の中。怖がりの幽霊の心臓。あなたは素晴らしい霊感の持ち主。そして赤子のように純真な人。ようやく私とここにいてくれる人と出会いました。あなたはここに私と残りませんか？ずっと、ずっと。ごめんですね。完全にもう死んでる人じゃないですか、この人。この迷い川いかがでしたか？なあ、面白かった。また遊びに来ます。超笑われた。というわけで、次から、週の刻、赤い蝶、本編、スタートしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さささでした。それでは失礼いたします。